うまい。お？帰ってこられたんだな。ガルドロックにえらい目に遭わされたらしいじゃねえか。そんなことはどうでもいい。見たんだ、グバンテを。伝説のエイクリッドを見たんだよ。何言ってんだお前ら。はあ、今度は俺を騙す気か。ゴータのおかげで伝説のエイクリッドを見れたんだ。はあ、何言ってんだ。騙した本人を騙すんじゃない。見た証拠でもあんのか。証拠？ゴータが言ってたこと全てが証拠だよ。ああ、確かにそうだ。先輩君から聞いた話がそのままだった。ゴータ、この前の話覚えてないの？ゴータのおかげで伝説のエイクリッドを見れたんだよ。ああ、この前の話は覚えてる。でも、伝説は伝説、誰も見たことのない話だろ。僕たちは本当に見たんだ。どうして信じてくれないんだよ。ギラギラだぜ。そうそう、この前もミッションでさ、先輩くんとさ。はいはい、ボンクラの報告あとあと。それよりほら、私がここに来たってことは。探し物なら手伝ってやるよ。大事なものか。残念、でも惜しい。二人にとって大事なことよ。考えて考えて、ほらほら。さては、考えるのに飽きたか。あったり、なんでわかった。お久しぶりですマスター。キンギラー、すげえすげえサプライズじゃんか。もう出ね、あとこのタイミングだったら戦技大会にも間に合うわ。戦技大会、なんだそれ。ああ、そういえばボーイにはまだ説明してなかったわね。ビカビカ教官。戦技大会とは、各ベースの選抜メンバーが VS 戦で技を競い合う大会のこと。決勝トーナメントを勝ち抜き優勝したチームはアカデミーの頂点として君臨することになるわ。頂点、一番星か。このサプライズ燃えてきた。ディアナ教官、あのギンギラちゃん、試運転の許可をいただけませんか。ギンギラちゃんか。当然ね、ボーイ&ガール、VS 訓練を許可するわ。やったな、ギンギラ。生まれ変わったお前の力、見せてもらうぜ。お任せください、マスター。
決めてくぜ。行くぜ。一番星くん、掃除大丈夫よね？ドンパチなら任せろ。ウォルター教官がいなくてもいける。ドンパチ、そうだ、操縦したことないんだ。 VS に教えてもらいなさい。この VS ならノープロブレムよ。そうか、キングラちゃん任せられるよね。お任せください。操縦チュートリアル実行可能です。訓練用ターゲットの準備は任せて。ボーイ、いいとこ見せてね。教官、サンキューです。バリバリやるであります。ギンギラちゃん、データ取るから訓練終了後はすぐに帰還ね。訓練終了後、帰還受理しました。操縦チュートリアル開始します。操縦方法をモニターに移します。目標ポイントまで移動してください。 OK。 目標に到達。お見事です、マスター。次は攻撃チュートリアルに移ります。攻撃方法をモニターに移します。ターゲットを攻撃してください。ドンパチだ、任された。マスター、攻撃操作を変えましょう。次は打撃攻撃操作を行ってください。ターゲットを破壊しましょう。打撃攻撃か、ワクワクだわ。ターゲットの破壊を確認。マスター、お疲れ様でした。これだけ？物足りないって。メイン攻撃、サブ攻撃、打撃攻撃、全てのデータが取れました。もっとやれる、何でも来いって。訓練は終了しました。帰還します、マスター。お、なんだ。マスター、所属不明の VS が接近中。ターゲット、まもなく接触します。敵か？申請確認。所属不明、タイプトライシード型。以前我々を襲った者に告示。以前会ったことはあったか？可能性の域ではありますが、応戦を続けましょう、マスター。撃墜されては意味がありません。やってやる、バリバリ反撃だ。マスター、サーマルキャノンの使用を提案します。サーマルキャノン？何それ？エクスサーマルブラストのように強力な砲撃が可能です。 VS の必殺技か？見せてやれ。サーマルキャノン、発射可能です。敵機撤退を確認。一番星だ、追うぞキンキラ。マスター、帰還を優先します。なんで敵なの、追わなきゃ。訓練終了後は帰還が優先されます。こっからが
Extra Pass。